どうも、石田ハルキとカイロとモッチです。今回はどうしよう。カルピスは俺らの青春の味じゃねえよ。どうも、石田ハルキとカイロとモッチです。はい、ということでですね、見つけたよね、見つけましたね。どうぞ。爪がどっか行っちゃいましたけれども、今回、はい、まあ、僕は怒っています。何に？とても怒って見えないですはい、あんまり怒ってはいませんまあ、というわけでですね、ある CM に私は疑問を抱きました。カルピスの CM でございます。まあ、なんか可愛い女の子が汗だくになってね、こうカルピスを飲んで青春の味みたいな青春の味とはとね、まあまあまあ、その僕らが考える青春の味というものはですね、カルピスではないんではないか確かに飲みました、学生時代ね、カルピス。いや、飲んでない。はい、飲んでない方もいらっしゃいます。一概にしてね、その全ての人がね、青春の味イコールカルピスではないということがね、もうこの時点で分かったので、じゃあ僕たちのね、カルピス青春味をね、今回作っていこうと思います。ということで、今回ですね、新世紀チームとミレニアムチームに分かれまして、カルピス青春の味を作っていくのと調子悪い。というわけで、今回はカルピス青春味を作っていこうと思います。やっていきましょう。はい、どうも、新世紀チームです。どうも。まあ、僕たちはですね、そのまあカルピスウォーターの根本には手をつけません。はい、これはもう既存のものを使います。ここに、まあ、僕たちが過ごしてきた、まあ、青春、青春味ですよね。大体俺らの青春といえば、まあ、共通で言うとまあ小中なんですけど、はい、まあ、そこら辺の時の青春感をちょっと盛り込もうかなと思いまして、はい、まあ、今回はこちらです。シーブリーズですよね。まあ、そうですね。まあ、困っちゃいますよね。まあ、結局はね、多分シーブリーズの方の CM にも青春がどうたらこうたらっていうキャッチフレーズがあると思うから、絶対出てる、うん、そう。で、まあ、シーブリーズの青春って言ったらさ、うん、好きな人とかとさ、この蓋と交換するみたいなね、 あるじゃないですか。あったね。それを今回はこのカルピスとやろうとそういうこと入るわけないやそういう青春ね。あれはだってさ、子供ながらにするセックスと一緒やん。まあ確かにね、繋がっててるっていうか、なんていうか、ちょっと考えねえわ多分書いてあるよ、成分に青春って書いてあるわ。こっちもなんか名称がもう青春飲料水だからね。本当に？本当だえ、これすげえ味書いてあるじゃんそう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 、青春サマーアイスティー。やばいよね、サマーアイスティーだからねえ、まあ、ちょっと待って、マジアイスティーなんだけど。おお、すごい、アイスティーだ。アイスティーすぎる。ちょっと入れてみましょうか。甘噛みすんね。あ、色は全然、色カルピスやん。色はカルピスです、完全にペロッといってよ。あーあーあー、何、最初さ、びっくりすんじゃん、うん、後味さ、美味しくね、美味しいなんだけどえ、これマジカルピスで割ったらうまいぞシンプルに、おこてあつじゃん、みんな飲んでんだから。俺カルピス嫌いなんだよ。こんなもん、上カルピスだから、ただの匂いはね、うん、シーフリーズだねじゃあ先飲んでいい、うん、いただきます。俺こっちのが好き。そうでしょ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。のせクッキングへ。どん、いらっしゃいませ。ミレニアムクッキングにしましょう。あ、そうです、そうですね。ミレニアムクッキングへようこそ。ということで今回は。ということでね、マスター、本日のレシピについて解説してください。まあ、僕たちはカルピスを使うのではなく、はいはい、作っていこうと思います。さすがですマスター。で、今回使っていくのがですね、はい、まずカルピス作りの材料として乳酸菌ということでね、この牛乳、砂糖ですね、まあ、これを混ぜましてね、お水で薄めればもうカルピスなんではないかと。マスター大丈夫ですか？あ、大丈夫です、乳酸菌なんで。あ、こっから皆さん部活で汗をねかくと思います。はい、これ塩ですね、これも塩これ塩入れることによってこの 汗をね、でラストです。皆さん学生さんはね、お金がないと思います。まあ僕もそうです、なんなら今もお金がない。そうですね。そんな学生を助けたのが
おつもりなんじゃないかと。安いし多いんですよ。はい、ということでこのね青春を代表する食べ物入れてみましょう。カルピスでいいですか。はい、おー、これでね完璧なカルピスができます。マスターの味は絶対ですからね。ということで作っていきましょう。はい、ということでちょっと入れていきます。砂糖目分量、砂糖入れます。汗要素いきます。そしてこれを水で薄めます。おちょっと入れすぎちゃったな。カルピスです。カルピスだな。カルピスです、うん、これはよろしいよろしい。焼きそばをね混ぜていこうと思います。まあこのサイズなんでね、まあ一口でいいと思います僕は。おおああうおということで僕たちのカルピスの出来上がりです。やばいですねこれは。せーの、完成しました。正直自信あるよ。じゃあそちらで、じゃあちょっとまあ飲んでみてくださいよ。なるほど、いただきます。まず香りからちょっと。あ、え、青春っぽい、なんかスースー、なんかシーブリーズ要素。いや、じゃあいただきます。すみません、香りから。おー、シーブリーズの匂い。もうくるよ。飲んで5秒ぐらいでくるよ。うわスースー、まあ、何かって言いますと、はい、まあ、こちらですね。おーい食っちゃいかんやつや、それは。はい、OK。点欲しいです。100点満点中何点か。ちょっと青春ポイント98点。おー、OK! パンチじゃん。いやでも僕らはね、100点を叩き出します。すごい気出すから。これなんでね、こんな色をしてるんだと。僕たちはですね、カルピスを作りました、僕らは。学生はね、みんなお金ないと思います。まあ、部活動やってる生徒は特にね、そこでね、みんなを助けてくれた、ごつ盛りですね。ごつ盛りが、こちらの、容器の一番下に入っております。おふざけじゃん。おふざけではないです。とりあえず飲んでいただきましょう。いただきます。ごくっと。青春だからごくっと。何が起こってんだ。どうですか、何が起こってんだ。リアクションしづらい味。え、箸くそ。いただきます。で、そのまんま飲んでください。思いっきり飲んだ方が美味しいですよ。あれ